皆さんこんにちは。 FF16 ファイナルファンタジー16、こちらの新たな公式映像がようやく公開となりました。で、まずはですね、こちらから見ていきましょうか。具体的な内容で言うとこちらでございます。なんと約3分間の映像となっておりまして、ロンジトレーラー、こちらが公開と。ですので新たなトレーラーが今回公開となりました。マザークリスタルの加護を受ける大地バリスゼアで、主人公クライブは仲間たちと共に運命に抗う、その正義は何を救うのかっていうところで、6月22日発売予定となっておりまして、こちらがかなり話題となっております。いやー、ついに来ましたね、新たなローンチトレーラーっていうところで、まあおそらくではありますが、来月の6月22日発売となっているため、あと1回ぐらいはロングのトレーラーがやってくるんじゃないかな。どうでしょうか。もしあるとしたら、まあショートかロングかどちらか一つやってくるって感じでしょうね。いやー、けどこれはかなり嬉しい内容ではないでしょうか。約3分間の映像よ。いやー、けどやっぱりこう見てみるとめちゃくちゃグラフィックすごいっすね。いろいろなゲームやってるからわかるけど、やっぱ他のゲームと比較すると全然違うね。ちなみにこちらですね、プレステ5独占タイトルとなっておりまして、まあ、例えばプレステ4であったりとか他のプラットフォームと、まあ、グラフィックだったりとか、もろもろですね、合わせる必要がなくて、プレステ5のスペックをフル活用できるゲームとなっているため、まあ、相当ですね、クオリティが高いことで知られております。まあ、そういったところを考えると、超楽しみですね。いや、これすごいけど、ただファイナルファンタジーで感じはあんまりしないですよね。召喚獣バトルか、これがいわゆる。なんかファイナルファンタジーなんだけど、ファイナルファンタジーではなんかこれだけ見てみるとないよねっていうところはありますけど、ただ今回ですね、アクション RPG となっておりますので、まあ、やっぱりなんか従来のファイナルファンタジーとはちょこっとね、まあ、概念が異なっているのかなと。で、あと属性っていう概念も確かなくなったんだよね。なんか属性攻撃は厳密にはあるけど、なんか弱点がなくなったみたいな感じでしたっけ？合ってますよね。はい。まあそういったところで FF16 がめちゃくちゃ楽しみだぜっていう方は、ぜひこのタイミングでチャンネル登録、そして高評価をポチッと押していただけると幸いです。そして FF に対する、まあ、希望であったりとか、まあこういったところがですね、実現したらいいなとか、もしございましたら、ぜひコメント欄で共有していただけると嬉しいのでよろしくお願いします。まあそんな感じですね。まあ FF16 というところで、全世界同時発売となっております。はい。まあそんな感じでしょうか。ただ結局どうなるんでしょうね。なんかあんまり読めないよね。うん。ただまあティアキンが出てから結構時間が経っているから、でティアキンね、俺も一通りやったんだけど、巻きやすいってわけじゃないんだけどさ、なんかあれっすよね。なんかボリュームはすごいんだけどさ、まあその公式枠約100時間程度でね、全要素遊び尽くすことができるって書かれていた通り、なんか意外に早く終わっちまいそうな感じがしました。結構ゆっくりやってるんだけどさ、今も。まあ探索とか。けど割とね、6月22日までには全て終わりそうな感じがするので、まあそれを考えるとちょうど切り替え期間としてはいいのかもしれないですね。まあそもそも FF とティアキンがどれぐらいですね、層を被っているのかっていうところによると思いますが、まあゲームとして全然なんか層が違いそうな感じもするからね。けど、ティアキンはね、割と一通り遊び尽くせそうな感じがしたから、FF にはですね、特になんか課題なく移行できそうな感じがしました。まあそういったところで FF16 はね、めちゃくちゃ楽しみなので、超ね、楽しみ。超楽しみってどういうことやねんって感じなんだけど。はい、まあそんな感じですね。で、あとはですね、もうすでに予約もできる状況になっておりまして、まあそれこそ半年前ぐらいからできた記憶があるんですが、で、それに加えて、プレステ5と FF16 のこちらの、なんと、CM であったりとか、で、もろもろですね、
新たな情報であったりとかトレーラーもですね、こういった形で放送されておりますので、ぜひ各自でご確認いただければと思います。そういえば FF といえばチョコボレーシング思い出すね。なんかさ、スイッチ版のチョコボレーシングあったけど、あれって今どうなってんだあれって今どうなってるんですかね。そうそうそう、それが個人的に気になってるところではあるんだけど、あれチョコボレーシングってどうなったんだっけみたいな感じですよ。なんかあれすげえ爆ゲーっていうことでかなり噂となっておりましたが、 FF16 は大丈夫だよな。ちょっとそこのところをですね、若干懸念はしているんですが、まあ多分大丈夫そうですかね。まあそんなところで FF16 が間もなく発売となりますね。まあ15から相当時間が空いてるよね。どんぐらい時間空いてるんだっけ。 3,4 年ぐらい空いてるんでしたっけ。まあ、結構空いてる記憶があるんだけど、果たしてどうでしょうか。さあ、6月22日まで、冒頭で申し上げた通り、残りわずか1ヶ月となっておりますね。はい。で、予約につきましては皆さん、ダウンロード版、パッケージ版、どちらで行いますか？ていうか、どっちでみんなプレイするんだろうね。俺はもちろんそのダウンロード版でやるつもりではあるんだけど、ていうか、プレステ5がね、ダウンロード版しか、対応してないやつだからさ、なんかパッケージってね、正直あんまいらないというか、やる機会ないかなと思って、ね、あれなんですよ。プレステ5持ってるけど、ダウンロード版だけなんだよね。適用されてるのが。で、あとこれね、戦闘シーンなんだけど、見てもらったらわかる通り、なんかあんまり FF って感じがしないかもしんないけど、一応こちら FF となっていて、アクション RPG となっていると。なのでこれね、プレイングスキルとかが高ければ、まあそれこそね、レベルが低い状態でも、ご利用して勝ててしまう可能性もあるんじゃねえかな。そうそうそう。まあ良くも悪くもアクション RPG ってさ、その腕前というか、自身のその立ち回りとかが、もろに反映されるからさ、なんか良くも悪くもコマンド RPG と異なって、なんかその被弾なしで序盤から無双することもできるから、なんかやっぱアクション RPG ってそれはそれでやっぱり未来があるというか、出口があるというか、面白さはやっぱりあるよね。なんか最初はさ、やっぱコマンド RPG とかの方が良くねって思ったけど、なんかこう見てみるとやっぱり今の時代ってアクション RPG の方がいいのかな。なんかあんまりコマンド RPG のゲームって最近ないよね。こういった系のゲームで。なんか昔はどれもさ、コマンド RPG が主流だったんだけど、まあ、やっぱり時代の流れって感じでしょうか。なんかアクション RPG がやっぱ増えてきましたよね。まあさすがになんかポケモンとかはね、アクション RPG にはならないと思うけどさ。ただやっぱりこういった系のゲームであれば、なんかアクション RPG の方がアドバンテージがありそうな感じはしますよね。はい。まあそんな感じです。まあただ逆に言うとですね、アクション RPG となっているため、まあベースとなっているそのアクション要素。まあ例えばそのモンスターハンターとかティアキンとか普段からやってる方からすると結構馴染み深い内容ではないかな。そう。まあこういった系の戦闘ってさ、割とその似たり寄ったりだから立ち回りって。だから他のゲームとかやってる方からすると結構スッと入りやすいかもしんないですね。はい。まあ、そんな感じです。あと召喚獣バトルがね、個人的に気になってくるんだけど、あれって、いる？まあ、いるか。召喚獣バトルは、正直俺、まあ、映像しか見てないけどさ、あれ、いるんかな？ちょっとそこのところがさ、疑問点ではあるんですが、あとどれぐらいボリューム感があるんですかね。うん。ただやっぱり、ファイナルファンタジーってなんだかんだ言って楽しいよね。うん。まあ、ドラクエもすごい面白いけど、やっぱりファイナルファンタジーの方が世界的には売れてるのかな。はい。まあ、そんなところで今日の動画一旦終わりましょうか。最後になりますが、チャンネル登録と高評価、このタイミングでお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃのー。はい。ってことで、トレーラーがですね、新たに、発表されたっていうお話でした。